嘘だろうよい。まさかそんなはずマジかー。吉村マフラー付きのミニペケ R が32万円だと。おミニペケちゃんももう4年目だし色々が保ってるし、ぐぬぬぬぬぬぬ。これはこの動画はミニペケちゃんこと GSX-S125 にまたがるマグロユッケによる元ブログだよ。ゆっくりしていってね。いきなりですがここで問題。より安全なのはどっちだー。 A ミネラルウォーター、 B 水道水。さあ直感でお答えください。答えはなんと水道水だー。クソどうでもいい、ごめんなさい。っていうマジでどうでもいいトリビアは置いといて、皆さんおはこんばんちは。どうもマグロユッケだよ。なんかここ最近この絵から始まる動画が多いような気がするけど、みんなの気のせいだよ、疲れてるんだね。水道水でも飲んでゆっくりしていってね。で今回なんだけど、しっかりといつもと同じ量の服を着込んで電熱グローブまではめてるんですが、当のマグロユッケが疲れてるので遠くまでツーリングに行く気はもうとうないよ、ごめんね。ちょっと試したいものもあるのでそれを見に行きます。試したいもの？うん、ちょっとね。ほら、マグロユッケがミニペケちゃんいじるときってさ、だいたいいつも例の場所で青空整備でしょ、ね、だからミニペケちゃんのタイヤを浮かせる必要のあるときって M 番先生からジャッキを持ち出してそれを持って行ってるんだけど、あのジャッキそこから調達してたのか。あれはあれで持ち運べるしやりやすくていいんだよね。しかしながらあれが N 番先生のどこに収納されてるかっていうと、ここなんだよね。はぁ、あ、ごめんごめん。ここに収納されてるんだよね。うわ、じゃあラダーレールの固定一回外さないと出し入れできないね。そうなの、クソめんどくさいでしょ。そうね、これは確かに。それにバイクにばっかり使ってていざって時に使えなかったら意味ないしね。うん、っていうところで、タイヤとかチェーンをいじる時に、車体を浮かせる必要なくいじれるようにするために、とある便利グッズを漁りに行くよ。ほほう、そこでいつものこの見慣れた24パを走ってるということは、そうだね、おつなさん。シード岡崎だね。ですよねー。ガンダムシードデスティニーの映画に何かしらあやかると思ってたんだけど、特にこれといって何もなかったな、シード。ガンダムなんかこれっぽっちもわからん。コーバッチバチにカスタムした大型2台をフリーダムインパルスと名付けて並べて、マミドノーマルの赤いプレイをジャスティスって名前で並べたりして欲しかったな。どどどどういうこと？何でも機体を強化すれば強くなるわけじゃない。マグロユッケ、行きまーす。シード岡崎店さんはこの複合施設の中で唯一撮影 OK なので、取れた化石にも大変ありがたいよ。ちなみに移転してからはバイク王さんと合体しているので、バイクパーツだけじゃなくて車体もインドウショッピングできるようになりました。変に店員さんが寄ってこなくてゆっくり見れるのがいいとこよね。それな。ふーむ、いい小型バイクはないかなー。あ、こっちは全部バイヤク済みか。お、いい具合にモスグリーンなクロスカブいいんじゃん。なになに。26万円かな？年式走行距離がちょっと遠くて見えないけど、新車が40万弱だしありよりのありだな。どれどれこっちの方は、モンキーの50と125があって、ちょっと待った、これミニペケちゃんなんじゃーん。それになんだ、吉村製マフラーカスタム、だと ?3 年落ちで走行距離4000キロ台だし。え、こんな有料物件ある？なになに安いの？そりゃミニペケ R2021 年モデルの価格が41万円に、5、6万する吉村サイクロンがついてるとなれば、めちゃくちゃお手頃価格だと思うよ。どうする、おつなさん買っちゃう？え、あ、早く決めないとこんな有料物件一瞬で売れちゃうよ。まだバイクの免許もないし。ほらほら見ろよ、あの吉村サイクロンの輝きを。免許ねえって言ってんだろ。さあ、そうだシードに来たんだからバイク用品をチェックしなくては。あれ、なんかバックコーナー種類というか陳列数増えた？この辺にあるかな？ガスケットやらワイヤーやらあるし近いと思うんだけど。何探してんの？いやちょっとね。ワイヤーインジェクターっていう、クラッチワイヤーとかスロットルケーブルの注入を便利にする秘密道具なんだけど。ふむふむ、なるほどわからん。この辺はフォーミニのコーナーだったか。見つからんのー。ここに移転してからは店内がっつり広くなっちゃって、小さい商品一つを見つけるのが厳しくなったなー。まあ嬉しい嘆きではあるよね。そうだね。まあしょうがない、先にこっちの目的の物を手に取るか。あれ？あれあれあれ、この辺のコーナーに置いてあったよなー。この前一緒に来た時はあったよね。あ、そうだそうだ、おつなさんと休みの日に来た時はあったはず。確かこのラダーレールの脇あたりに。あ、なんてこったー。あんなこったー。マジか、だってつい一週間前とかだよ。マグロユッケがちょっくら買いに行くかって思い立った時に売れてるとかある？やっぱりなんかそういう星の元に生まれてるよね。わー、落ち込むわー。今日のこの後の撮影どうしようってなって、この後も泣いたなお呆然としばらく見つめてたよ。悲しい。おお、しかしこれがあったぞ。ユニコンカークリーム。え、何そのユニなんとかって。これね、ミニペケちゃんの赤ホイールのなし地部分。あそこの黒い汚れが何を使って洗っても全然取れなくて、周おじに相談したらこれがいいって言ってたんだよね。へえ、バイク歴かなり先輩だしなんか期待が持てるね。でしょでしょ、これ買ってこう。フォーミングマルチクリーナーもそろそろすっからかんだしな。
ついでにこれも買ってくか。でもしかしてワイヤーインジェクターが置いてあるのって。あーあったあった、やっぱりここにあったか。日々のメンテで使う工具コーナーにありました。1320円か、結構するんだな。まあ勉強と思って一つ買ってくか。よし、じゃあちょっくら洗車動画といきますか。あれ、でもなんかローラーみたいなやつ結局変えてないよね。あれか。あれはまあなくてもミニペケちゃんを都度転がせばホイールくらい洗車。あ、そういやアストロプロダクツにも売ってたな。え、あそこそんなのも売ってるの？なんだったら実はバイク用のブレーキフルードとかキャブ専用ドライバーとか売ってるよ。トランポに使うホイールクランプとかラダーレールもあそこで買ったしね。あ、そうか、確かにそうだったね。ちなみに自宅に置いてる4段ラックもアストロで買ったやつだよ。ほんとなんでもあるし安いね。ただまあ一つ難点があるとすれば、岡崎店はちょっといやらしい大人の本屋さんの隣にあるってところだよ。え、あそこってそうなの？おつなさんとか何も知らずに本屋だと思って入っていきそうだよね。いやいや、普通に入っちゃうところだったよ。危ない危ない。まあ今は多様性の時代、女の人が一人でそういうお店に入っても行かねえよ。というわけで買ってまいりました。本来買う予定のものよりもアストロ製の方が微妙に高かったけど、まあ今後何回も使うし1000円弱の違いだったので購入。あとシードで散々探し回ったワイヤーインジェクターまで販売してたんだけど、まさかのほぼ半額で売ってたよ。盲点だったよ。悲しい。さてさて、じゃあそろそろホイール磨きに行くかあって行きたいところだけど、時刻はお昼過ぎ、ちょっとお腹も空いてきたし先にお昼ご飯にするよ。お、今回はどこに行くんだ？今回はね、その昔マグロユッケがまだ10代だった頃、ガソリンスタンドでバイトしてた時にみんなで頼んでたお好み焼き屋さんがあるんだけど、そこに行こうと思ってるよ。え、じゃあもうそれから10年以上経ってるの？そうそう、10年以上ぶりに行ってみるの。大将と奥さん、元気かな？あったあった、飽きない中の看板出てるね。というわけでお好み焼き焼きそばの吹吉さんに到着。うお、なんだかすごい味のある建物だね。でしょでしょ。よく午前中にクリーニング出しに行く奥さん捕まえて日替わりの内容聞いてたな。ここはお好み焼きと焼きそばがメインなんだけど、土手煮がまたうまくて、運がいいと日替わりランチが土手煮な時もあるよ。まあ10年以上前の記憶だけどね。案外お客さんがいっぱいいたので写真だけで失礼。おお、美味しそう。こちらは肉炒め定食1000円。日替わりランチもあったんだけど、当時確かワンコインだったのが、10年の時を経て800円になってました。10年か。ちなみに日曜日と祝日は日替わりをやってないみたいです。そうだったっけな。ふう、くったくったうまかったし腹もいっぱいだぜ。何よりも二人とも元気にお店を切り盛りしてる姿が見れてよかったよ。よかったね。いつかまた今度は日替わりでも食べに行こう。ってなわけでいつもの場所に到着。今日も京都手ばっかみたいに風が強いけど、めげずに張り切ってやっていこうと思うよ。まずアストロで買ってきた主役がこちら、モーターサイクルメンテナンスローラー。こちらの商品、今やっているようにくるくる回るローラーが2つついております。まあ使い方は今までの話の流れで大体皆さんお察しですね。これをこう、タイヤの前後にまっすぐになるように差し込み、ギアをニュートラルに入れてローラーとローラーの間にタイヤを乗り上げます。マグロユッケはリアタイヤだからと漠然と後ろに押す形でやりましたが、リアタイヤの前に設置して全身で乗り上げる方が安全かもね。まあその辺はお好みでいいんじゃないでしょうか。でこのままだと作業中に車体が動く危険があるので、ブレーキロックやリピート帯を使ってフロントブレーキをかけておきます。それしないと大変なの？思ってる以上にバイクも簡単に動いちゃうからね。傾き出したらもう止める術はないよ。オッケー。おお、回った回った。これでバイクをジャッキアップせずとも簡単にホイールの掃除やチェンシコができるようになったね。ってなわけでまずはリアホイールをピカピカにしていくよ。使うのはおなじみマイクロファイバークロストフォーミングマルチクリーナーだよ。今までいろんな洗車グッズを試してきたけど、洗浄力、コスパ、手軽さのバランスが一番いいのはやっぱりこれだね。わあ、お気持ちいいくらい取れるね。それだけこの赤ホイールが汚れが目立ちやすいってとこもあるけどね。はい、くる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 。おお、便利。ちなみにこれは明日から使える豆知識なんだけど、マイクロファイバークロスには実は裏表があって、繊維がふさふさな面が水を吸い取る面、繊維がザラザラな面が汚れを取る面だよ。しかし物によっては裏表分かれてないクロスもあるので、手元にある人はぜひ確認して試してみてね。反対側もやっていきます。ちなみにこのローラーを使う場合サイドスタンドを使うんだけど、このローラーの高さ分、バイクがより左に傾くので姿勢が結構厳しくなります。加えてこのミニペケちゃんなんだけど、他のバイクよりも幾分かサイドスタンドが短いのか角度がついてるのか、標準でも結構止めた時の傾きが大きいのよね。そうなんだ。サイドスタンドの先につけるパッドみたいなのつけたら変わるんかな。
よし、結構念入りにやってあらかたの汚れは落ちたんだけど。やっぱりダメか。何が？いやね、こう遠目で見る分にはピッカピカのホイールに生まれ変わったんだけど、超おっとズームインして日陰を作ると。は切ったね。そう、前々から言ってるこのホイールのなし地になってる部分の黒いシミが全く取れません。目立たない箇所でコンパウンドや鉄粉除去、タール落としなども試しましたがダメ。努力むなしくこいつらは日に日に領土を広げてきてます。これでどうやって戦えばいいんだ。落とせない汚れはない戦車系 YouTuber に挑んでみてほしいくらいのレベル。やってみてもらえば。絶対に落とせる自信のある YouTuber さんお待ちしており、まあ他人の力を借りるよりまずは周王子に勧められたこいつを使ってみるか。ユニコーンカークリームワックスです。その名の通りこちら部類としてはワックスなんですが、裏を見てみるとしっかりと汚れを落とすとも書いてあります。これで根気よく磨けば取れると思うよとは言っていたけど、はてさて一体どうか。ちょっとだけクロスに出して磨いてみます。それ、死ぬほど磨いてみたけどやはり手応えなし。ダメか。あれだ、中身の攪拌が十分じゃなかったのかもしれない。今一度お前の力を見せてみろー。ダメだな、毛ほども落ちる気がしない。なんだかワックスなだけに変な光沢は生まれちゃってるけど、取れない汚れをさらに上から蓋しちゃうのはいただけないね。これはもう、諦めるか。そうだね、こういうホイールだと思って乗り続け。まだ終わらんよ。ね綿棒。同じ赤ホイールのミニペケノリさんに聞いたらこれで綺麗にしたんだって。いやだからって綿棒って、何時間かかると。いやもうこれで落ちるなら何時間でも何十時間でも擦り続けるよ。それくらいもう晩作尽きてるってわけ。で10分くらいここだけを磨きに磨いた結果。晩作尽きたよ。終わった。もうこれは汚れとかそういう概念じゃないのかもしれんね。みそぎとかお払いでしか取れないやつだろ。何それ怖。続いてフロントをやっていきます。フロントはハンドルロックをかけた状態で行うので、スタンドをまっすぐではなくハンドルロック方向に設置します。で一旦バイクをそのまま直進してローラースタンドに対して斜めのまま上陸。してからハンドルロックをかければ、タイヤとローラーがまっすぐになるよ。でフロントタイヤの時はブレーキがかけれないので、乗り上げた後こうしてギアを一速に入れておきます。おお回った回った。フロントタイヤのジャッキアップってめちゃくちゃ面倒だからね。これさえあればお手軽にくるりと一周フロントタイヤが掃除できちゃうわけよ。便利ー。してして今回、買っておいたものがもう一個あったよね。なんだっけワイヤーインジェクター？そうそうあれ買ったし、この後ついでにチェンシコもして。最後にスロットルワイヤーとクラッチワイヤーの掃除注油と進みたかったんだけど。ご覧の通り GoPro が一人でに揺れ始めるほどの爆風で。たとえ段ボールとか敷いても油で地面を汚さない自信がないので。まあまた今度その辺は家でなんとか撮影できたらやっておこうかな。よっこい小一。いやーやっぱりフロントタイヤを回しながら掃除できるのは革命だな。今回本来買う予定だったデートナのローラースタンドなんだけど、あちらはこのアストロ製のものよりも1000円弱安く買えて、なおかつローラーの位置を3段階切り替えることで、17インチ以下のタイヤにも対応できるとのことなのでおすすめだよ。今回のこちらと合わせて概要欄に URL を載せておくので、ぜひチェックしてみてね。関係ないけど青空めっちゃくちゃ綺麗だね。それな。というわけで今回はここまでにして、岡崎の河津桜の名所でも見ながら終わりたいと思うよ。毎年見に行くあそこね。そうそうあそこあそこ。あ、そうだちなみに。現在、マグロユッケの X 固定ポストにて、匿名質問箱を設置しております。こちらの概要欄にも URL を貼れれば貼っておきますが、次回の動画内にて質問コーナーをやる予定なので、ぜひぜひ何でもご質問ください。マグロユッケのことからミニペケちゃんのこと、おつなさんのことまで、できる限りは回答させていただきますので、よろしくお願いします。匿名なので目立ちたい人は質問欄にネームでもつけておくってね。おー、綺麗だー。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、評価、X フォローよろしくお願いします。ではでは、おつなさんの下着の色とか聞かれたら適当に答えとやめろ。